ね、あの素敵な、キャスト陣、スタッフ陣に囲まれてですね、この大阪でブリーチの舞台に立てることを本当に嬉しく思っています。で、今回ちょっとおにぎりネタをちょっと、まあ、できなかったわけなんですけれども、まあ、本当は僕やってみたかったっていうのが本当にありまして、まあね、ちょっとストーリー上できない部分もありまして、本当はしたかったんですよ。見たい見たいな。ね、お腹え、おにぎりとく？そうおにぎりパカッ、んーシーサーガオー、それがシーサーやねん。花太郎くん、あれどこだ。はい、あ、そのところに、どうぞ。はい、山田花太郎役の村上浩平です。花太郎はいかがでしたでしょうか？いや、それはでも何出てんだよ。1週間前から、この日のためにずっとなんか温めてきたみたいで、なんか期待すごいしちゃうんですけど、よろしくお願いします。林修司さんです。飛び越える壁が高い。ご紹介いただきました、朽木白夜の林修司です。みんなからおさむちゃんって、ご存知の方もおられるでしょうか。夏子親は私の妹ルキアです。一歩前に出なさい。これからも口利きをどうぞよろしくお願いいたします。面白かった。プニプニュー祭りの斉藤久美子さんです。よろしくお願いします。今回初めてこのブリーチの舞台に立たせてもらって、本当にお芝居に対して不安とプレッシャーが大きかったんですけれども、特に2幕の頭ホワイトボードの説明のシーンなんですけれども、どうでしたか？本当みんな共演者のみんなもすごい優しくて、すごいアドバイスもいっぱいしてくれて、なんかいいカンパニーだなと思いながら、あとは泣くな。本当にこのブリーチの舞台に立たせてもらってすごい感謝しています。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の一言はブリーチのみんなのお姉さん井上晴美さん、お願いします。こんばんは。松本蘭菊役の井上晴美です。どうぞ。どうぞって言った。前回の再演では、私は実は客席から、このステージを見ておりました。それがまさか今回こちら側に立つなんて、本当にいや嬉しいようで緊張しているようで、いまだにドキドキ毎日してるんですが、本当にこのブリーチのみんなに会えて、蘭菊姉さん幸せです。毎日
日本当にたくさんのお客さんに来ていただいて、暑い中本当に皆さんありがとうございます。これからも、最後まであと5ステージですが、最後まで皆さん応援よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。すいません、面白いことが何もなく、どうもよろしいですか。よかったよ。隊長頑張りました。もう大丈夫かな。今日の一言はブリーチの小鹿、北村いずるさんです。ご紹介に預かりました、北村いずるです。何を言うかずっと考えてたんですが、ここで皆様に発表をしたいと思います。実は僕の、あ、間違えた、もう一回。実はこのキャストの中に実の兄弟がいる。僕の兄弟の方、一歩前どうぞ。初めての兄弟共演ということで、ちょっとものすごくやりづらい。いや、私はとても嬉しかったんですよ。あの稽古場とかで、ね、あんまり話すの嫌だなと思って、ちょっとなるべく距離を置いてたりとかして、なんか何人かは知ってくれてたんですけど、なんか距離を置いて、で今日の稽古のダメ出しを電話でしたりとか。兄弟だからなんかこう唯一をタメ語で言えたりとか、ちょっとお前さあそこちょっとこうなんだけどって言って、俺まあいや、まあ、こんな感じでなんかこううまく初共演をなんかできたんじゃないかなと思います。それがなんかこう初共演がブリーチだっていうのが僕の中ですごく嬉しかったり悲しかったりするわけでありまして、はい、あ、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上